どうも、レオンでございます。今回もですね、サッカーについてのお話をしていくんですが、まあ、以前もね、まあ、俺言ってるんですけど、まあ、改めてね、もう伝えようかなと思います。はい。まあ、Jリーグ J1、柏レイソル、なんですけども、まあ、本日この動画をね、まあ、配信してる日にはもう試合が終わってるんですけど、まあ、動画を撮ってる日はですね、ちょうどJ1 第4節がありまして、柏レイソルがホームで、名古屋に 3-0 かな？完敗です。はい、完敗です。で、以前から言ってるように、柏レイソルの監督はネルシーによってもう70過ぎのおじいちゃんなんですよね。で、今シーズンこのおじいちゃんがですね、現代サッカーの主流である4-3-3にチャレンジしてるんですよ。ただ残念なことにね、まあ以前も言いましたけど、この4-3-3をネルシーニョがどれだけこう浸透させられるかって、この人自身に経験があるかどうかなんですよ。そういう経験がね、ないでしょ、うん、このブラジル人。結局ブラジル人の監督って4-4-2とかね、それでずっとやってきた人がほとんどなんでね、ましてやネルシーニョなんて。で、そんな中でこうアクティブにね、主導権を握っていくようなサッカーをするこの人がこう求めるってこと自体が難しくて、時代的には求めないといけないんですよ。でも求めるのはいいけど、力あんのって、そういう指導力あんのかってないんですよ。だから結局ね、多分今日の試合だと3バックやったのかな、うん、で結局またそれ戻したんですよ。それではね、意味がないんでね、やるならやりきるっていう感じじゃないと、まあ、もちろん勝ち点が全然拾えてないんで、勝ち点を拾うためにね、オーソドックスな 3-5-2 ってやってるんですけど、3-5-2 もね、やっぱちゃんと極めていかないと、急増の 3-5-2 とかではね、勝てないんですよ。まあ、柏のね、ティファージも分かってると思うんですけど、なんで、もう俺前から言ってるんですよ。もうブラジル人は、J リーグでは通用しないと。もう限界だと。うん、いうことなんですよ。で、ネルシーニョって、もちろん名将かって言われたら、名将だったんですよ。で、どういうところが名将かって言ったら、やっぱそれはね、カリスマ性と、あとはね、モチベーター。うん。が一番のこの人の魅力だと思うんですね。戦術家ではないんですよ、この人別に。うん。でも今の時代は、戦術家じゃないとダメなんですよ。4-3-3もしくは4-2-3-1とか、そういう4バックのシステムを、本当にちゃんとこうチームに浸透させた人が、いい監督になって残っていくんですよね。うん。まあ世界でもそうじゃないですか。だからモーリーヌなんか、まあ今言うね、かなり頑張ってますけど、もうあれ以上はないんでね。やっぱ世界のトップクラスじゃないんですよ、あの人もね。結局は。ローマで頑張ってますけど、結局あの人も3-6-1とかね、そのカテナチョみたいなシステムでしょ。だからそういうのじゃダメなんですよね。自分たちが主導権を握っていくってサッカーを追求しない限り、短期的な成功を得られても長期的な成功を得られないんですよ。ということもあって、まあいろんな要素ありますよね、まあ、ブラジル人としての限界、そしてモチベーターとしての限界、やっぱ戦術がないと、それと年齢的にね、やっぱ70歳、やっぱ選手とかなりこう、なんか、開きがあるでしょ。どれだけ選手にこう伝わってんのかなって、シーンね、思いとかが。まあそういったところも含めて、もう無理かなって。世界の最先端に追いついて、そしてそれを日本のサッカーに取り込むっていうね、その作業が。今までは頑張ってきたけど、もう無理やと思う。だから柏もね、多分フロントも考えてると思うんですよ。いや、もうやばいなって。だから次の手を打とうとはしてると思うんだけど、どのタイミングで打つかどうか。俺は早めに打った方がいいと思う。もう寝るシーンは限界やから。かといって、コーチの井原がやるんかって言ったら、井原も結局できんのってそんな4-3-3とかできひんから、あいつができんの4-4-2とかだけやし、だからそういう点ではかなり厳しいよね。レイソル。だから俺はもうはっきり言うけど、寝るシーニョで行くんだったら、J2 降格やで、マジで。間違いなく J2 降格。未来はない。選手もそんなにいい選手、まあ、揃ってないわけでもないけど、みんなこう寄せ集めみたいな集団やから、今年ね、移籍っていう人の入れ替わりが多かったから、かなり厳しいと思う。で、結局3-5-2とかに戻すんであったとしても、やっぱそのやり方にまた馴染むまで時間かかるし、まあ、どうしていくのかちょっとわかんないけど、まあ、フロントも考えてると思うんですよね。もうネルシーニョはそれでやばいなっていう。なんで、まあ、俺が忠告してるんでね、これマジなんで、ガチなんで。いよいよネルシーニョ終わりが見えてきたっていうのもあるし、いつ切るかって、もうそのタイミング次第かなって、もう切るなら早めの方がいいよと
というふうに思いますね。まあ、もちろん新監督もね、探さないといけないし、新監督っていうとね、なかなか難しいよね。もう海外の監督とかになってくるよね。でも、それしてたんだよ。めっちゃ時間かかるよね。でも、しょうがないしね。リカルトとか来てくれたらいいけど、まあ、来ないだろうね。あれがいいんじゃない？去年、琉球におったスペイン人。まあ、ちょっとだけでね、降格させてしまったけど、もうしょうがないね。それ、チーム良かったから。だから、あの監督呼んできた方がよくね？名前忘れちゃった。なんだっけ？ね、いたよね。すごい結構ね、4-2-3-1な感じシステムを構築してたよね。まあでも間違いなく、吐き出ることは、寝るシーンの終わりがもう見えてきてると。そして寝るシーンを続ける限りは、必ずも降格すると。こういうことをティフォージに伝える。